カグヤとガイアの時を渡る術は成功していた。連合軍はハデスに魂を奪われる直前のオーディンを救出し、冥府軍の手から逃れる。最大の脅威はハデスだと認識したオーディンは、連合軍への一時的な協力を承諾。彼はイグドラシルを無力化する方法を明かす。その方法とは、イグドラシルの核となっているオーディンの魂を解き放つというものであった。ペルセウスはそれを可能にする吟味に心当たりがあった。かつて私が冥府で見かけたのはバイデントと呼ばれる神器です。何でも強いしがらみにとらわれて動けなくなった魂を解き放つ力を持つのだとか。囚われた魂を解き放つか。それを使えばユグドラシルと一体化しているオーディンの魂も解放できるかもしれないわね。だが神器を得るには冥府に、いわばハデスの本拠地に飛び込むことになる。危険が大きすぎないか。いや、ハデスはユグドラシルの力を得んがため、そのそばを離れられぬはず。冥府を探索するなら、むしろ今が好機かもしれぬ。念のため本拠に陽動部隊を残し、ハデスの注意を引きつけておけば、しばらくはこちらの動きをごまかせるはずだ。一時のこととはいえ、オーディン殿と我らは同志。彼の魂を滅ぼさず解放する道を選んだ以上、そのために手を尽くすのは当然だ。加熱。そうね、そのバイデントとやらを手に入れるために私たちも全力を尽くしましょう。そうと決まれば出立は早い方がいい。道案内は私が引き受ける。いざ冥府へ進軍しよう。進軍開始ね。目指すは北東へ抜ける道なんだけど、北の方角に敵の気配を感じるの。できれば避けて通りたいところね。でしたらまずは迂回して東側を進軍しましょう。もう来ないでください。その後北上すれば目的地にたどり着けるはずです。関所か。時間をかけては援軍を呼ばれてしまうな。そうなる前に速やかに突破しよう。私がユグドラシルを離れている隙に彼の地を制圧するつもりなのだ。オーディン、あなたの魂はユグドラシルにある。ハデスに狙われる心配はないのか。肉体と魂とはつながっている。この身を弱らせぬ限り魂に手出しはできない。城を破った連中とは貴様らのことか。すんなり進めると思ったら大間違いだぞ。こうなっては敵を一掃するほかないな。手分けして片付けよう。
関所を破ったのだ。さすがに感づかれてはいたか。それほどの大軍が待ち構えていようと、意と愛にあふれる技の数々感動しました。嵐の行く手前だろ。果たしては勝負にならん。敵の勢いが予想以上に凄まじいな。だがここで屈するわけにはいかん。ここはもう敵の本拠地へとつながる地。近づくほどに敵の勢いも増していくはずだ。いまいましいハデスのことを嫌でも思う。この地より始まったのだから、奴との因縁は。こうも敵が多勢では拉致が明かず、敵の主力は北にあるようだ。ここはお前たちだけで十分だろう。私は単独で行動させてもらう。オーディン殿、戦線を離れて一体どこへ。素晴らしい戦ぶりだな。見ていると私も勇気づけられるよ。嵐の行く手前だ。触れてやるわけにはいかん。ここまでやってくれるとは。心憎い奴め、お前の気概に私も応えよう。この辺りか、まさか一人で現れるとは。愚かな奴よ。その歌詞後悔させてやろう。一緒にかぶこうか。よし。冥府の主力というだけのことはある。要因は突破できない。敵陣に短期で乗り込むとは、いくらオーディン殿とはいえ危険すぎる。私が火星に向かおう。皆は引き続き敵の掃討に当たってくれ。分かったな。加熱にくれぐれも気をつけるんだ。驚いちゃった。あなたってこんなにできる子だったのね。万有だったか。いつもなら素晴らしい戦いぶりだ。どうしてそんなに賢明でいられるのだろう。頑張ります。もう来ないでください。怪物め、いつの間にこちらへ。相手をしてやる暇などないというのに。任せぬ。嘘だ、皆が手が負けるなんて。ここまで追い込まれるとは。雨に行こうか。暴れ足りないね。
今よりこの加熱軍が加勢しよう。なぜ私を助ける？私が弱ればお前たちにも好都合だろう。我らはオーディン殿の魂を救うと決めた。となればあなたはもう我らの同志の一人だ。故に己の命を賭してまで救うと。まるで理解できない。理解してもらえずとも結構。ひとまず今はこの窮地を脱することを考えねば。ここまでか。この先へ進んでただで済むと思うなよ。敵軍にかけられていた術が解けたみたい。攻撃を仕掛けるなら今よ。ひとまず敵軍を一掃できたようだな。さあオーディン殿、共に進もう。私への恨みも憎しみも感じ、人間は思っていた以上に愚かだ。それと悪いが、今は悠長に語らっている余裕はない。アデスに気づかれないうちに先を急ごう。素晴らしい戦ぶりだな。見ていると私も勇気づけられるよ。無理はするな。よし、ここまで来れば冥府まであと一息だ。この先は敵の力もさらに強くなっていくはず。みんな気を引き締めてついてきてくれ。ペルセウス殿によれば例の神器の在りかはさらに先だそうだ。オーディン殿、この勢いで進むとしよう。金継ぐと言ったか。なぜ私を助けた？あのような死地に身を投じて命が惜しいとは思わぬのか？無論私とて命は惜しい。だが自らの命惜しさに窮地の味方を見捨てるなどあってはならぬ不義。不義だと？私はどのような困難にあっても義を曲げぬ。世には命に変えてもなさねばならぬものもあるということだ。やはり私にはまるで理解できぬ。人間とは物好きな生き物よ。モーリア、やりましたね。嬉しいです。異界の陣地に残してきた部隊から報告が届きました。敵への陽動は今のところ成功しているそうです。だがやはりハデスの力が時を追うごとに増してきているとの報告もあった。今は持ちこたえられているが、いずれ限界が来よう。そうね、陣地に残った子たちを守るためにも急いで神器を見つけて戻らなきゃ。ペルセウス、例の神器の在りかはまだ先なのか？いや、もう間もなくだ。ただ神器に近づくのは簡単ではないかもしれない。どういうことだ？なんと説明したらいいのか。おそらく自分の目で見てもらうのが一番だろう。さあ、こっちだ。ついてきてくれ。まさか人間どもに窮地を救われるとは。奴らに借りを作るのは本意ではないが、今はやむを得ぬか。
ハデスね。あの時私を冥府より解き放ったのは、後に己の目的の糧とするためだったか。フフッ、奴の企みを見抜けず、みすみすその手のひらで踊っていたとは、我ながらなんと愚かなことよ。どうすれば見抜けていたのだろうか。あの時私の前に現れ、手を差し伸べるふりをした冥府の王の野心を。